今までありがとうございました。はい、こんばんは、山城と申します。ということでね、今日はこんな感じで入りましたけどね、まあ珍しい感じですけどね、まあいわゆる完全な釣り動画と言われたら、まあ釣り動画なんですけどね、何かというとですね、うちのチャンネルがついにですね、これをやめますっていうふうなね、タイトルになっていると思います。珍しくね、先にサムネイルを作ってから実は撮ってるんでね、もうサムネイル知ってるんですけど、YouTube のログ版が書いてあってね、これをやめますよと書いてあってね、あたかもね、私が YouTube のね、投稿をやめるかのようなね、感じになってると思いますよ。当然ですけどね、YouTube の投稿は、ね、続けていきますよっていうことで、ね、じゃあなんなんやとね、YouTube のログ版を出してね、やめますって言っとってね、もう完全な嘘なのかって言ったらね、まあ、完全な嘘ではないわけでございますよね。何をやめるかというと、YouTube のですね、やめるというかね、正確に言うと、プレミアム会員登録をしました。そう、ニコ動さんはね、プレミアム会員登録しましたよっていう動画をね、作ってのが先に上がってると思いますけど、実はね、YouTube の方もプレミアム会員登録をね、結構前に、実はもう2ヶ月ぐらい前にしてたんですよね。この YouTube やめたってなんや、バリバリ YouTube やる気満々やないか、プレミアム会員登録してねと思うかもしれませんけど、要はかん、あの、なんでこんなこと言ってるかっていうと、YouTube ってプレミアム会員になると、YouTube の画面が、このロゴマーク、もうここに出しときますけどね。もう後から選手で入れときますけど、このロゴマークから、このロゴマークに変わるんですよ。YouTube の画面のところがね。なんで、まあ、さよならと、この、やつをやめますっていうようなタイトルになってますっていうだけですね。で、まあね、なんで YouTube ね、プレミアム会員登録するのかっていうと、まあね、散々金がないよ、金がないよって言ったのに、なんや課金しとるんやないかってね、なんやプロ上始めと思われるかもしれませんけどね、まあ、いくつか要因はあります。まあ、YouTube の活動をするにあたってね、いろいろと、プレミアム会員登録の、機能を、使いたいなっていうのがあるわけでございますよね。で、ここでちょっと押さえておきたいのは、プレミアム会員登録って言っても、実際の投稿に関して、ニコ動さんの場合は、ニコ動のプレミアム会員登録のね、動画こっちの方に出してあると思いますけど、概要欄、こう、うちは縦のバーで出るから下にやっといた方がいいか。ここね、ここに出てると思いますけどね。で、概要欄にね、リンク貼ってあると思いますけど、ニコ動さんの、場合と、こっちの方でね、大きな違いというのは、YouTube は基本的にプレミアム会員であってもなくても、投稿に関する特典っていうのは何も変わりません。基本的には全部一緒です。ですから、別に無料での会員のままで、その YouTube やってても、特に登録するときに、例えばね、サムネイルのね、変更とかが、ニコ動だとサムネイルの、オリジナルサムネイルね、が使えますよとか、タイマー機能が使えますよとかっていうようなね、ところが大きくなってますけど、そもそもタイマー機能とかそのあたりの機能が、全部、無料でついてくるんで、特にプレミアム会員になったから何か追加できることが増えますよっていうわけではないんですよね、投稿自体に関しては。ですので、そこはちょっと大きな違いではあるんですけど、じゃあなんでね、そんなね、プレミアム会員登録したのかっていうと、大きく分けると2つ、使いたい機能があるからなんですよね。まず1つ目は、スマホでの、バックグラウンド再生ですよね。これができるっていうのがね、結構実はね、大きくて、っていうのは、うちの場合、にとってわかると思いますけど、まあ、基本的にそのルーティーンとしては、もうほぼほぼ家に帰ってきたら編集作業をやって寝てっていうことの繰り返しになるんですよね。で、そんな中で動画を見ながらでやるんです、ね、やるときもあるんですけど、とはいえですよ、結構ね、パソコンの画面でパソコンからそのまま、動画を流しててやると、2画面あるんで別にできなくはないんですけど、音が混じっちゃうんですよね。その自分で編集してる音声 BGM と、こっちからね、そのできてくる音声 BGM が、同じね、音源から出てくるんで、わからなくなっちゃうんで、スマホとかでね、そういう時はね、スマホでこうやって置いといてね、見たりとかするわけなんですよ。で、そういう時とかに、バックグラウンド再生ができると、特にね、ラジオ系、のやつですよね。の時は画面切っといてね、それだけ流しとけばいいよっていうようなやつとか、ね、トークメインのやつの場合には、画面消して、できたりとかできるんで、
そのあたりとかが大きいですね。あとは、その、結構そんな感じで時間がカツカツで詰まってるんで、動画をね、パーッと流しながら、ついでにツイッターのね、その返信のやつとか見たりとか、メールのね、問い合わせのやつとかをね、チェックして返信を書いたりとかっていうのをしたりするんで、結構このバックグラウンド再生ができるかどうかっていうので、時短につながるんで、言うてその本当にもう時間がカツカツなんで、私の場合、まあ貧乏暇なしでね、本当にやってますんで、そのあたりでちょっと時間を作りたいな。で、その分ね、編集作業とかにちょっと回す時間リソースもうちょっと割かないといけないしねっていうことがあるんで、そういうのでまず一つ目プレミア会員に登録しました。一つ目はそのバックグラウンド再生ができるよっていう機能が使いたかったっていうんですね。でもう一つは YouTube ミュージックですね。これを使いたいなっていうのがあったんですよ。っていうのも今まで私はAmazon ミュージック使ってたんですよね。で Amazon ミュージックのアンリミテッドとかのやつ登録してたんですよ。プライム会員でアンリミテッドに入れてたんですけど、これがね、ちょっとね、まあ、その多分単純にうちのそのスマホとの相性とかそのあたりなんだと思いますけど、再生、そのアプリ起動してから再生開始するまでにすごい時間がかかったりするのと、あとなんかね、結構ね、その、落としてある、ダウンロードしてあるやつやったらいいんですけど、ダウンロードしてないやつだと、音がね、途中でね、切れちゃったりとかいうのがね、発生するんですよ。で、起動も結構に、4、5分とかね、かかるときには、かかってしまうような感じだったんで、で、あとあれね、せっかくアンリミテッドにするまでにもね、やたら広告が出てきてね、ちょっと、煩わしいなと思うところがあったんですけど、アンリミテッド会員したら下で、結局なんかファミリープランどうですか、とかって言ってね、結局広告がね、消えないんでね、いい加減ちょっとうぜえなというのもあったんですよね。で、どうしようかなっていう時に YouTube ミュージックだったらどうなのかなと思って、それで YouTube ミュージックをちょっと使ってみたいっていうのもあったんで、どっちかというとね、これが一番大きいです。なんでアンリミテッド向こうを解約して、こっちの方に切り替えようかなということでやりました。で、まあ実はもう3ヶ月ぐらい使ってるんですけど、まあうちの場合 Google の Android だからかもしれませんけど、やっぱ YouTube ミュージックの方のが起動とかもやっぱ全然早いです。もうね、普通のアプリと同じぐらいの感じでピュッと起動してきて、まあ5、10秒ぐらいあったらね、音楽再生とか可能な状態になりますし、で、そうですね、音質とかも特にね、問題もない感じですから、で、そのストリーミングのやつね、ダウンロードしてないやつとかでも、特に問題なく今のところ聞けてたりするんで、あ、これならいいなというので、このまま多分YouTube ミュージックの方に、本格的に多分切り替えできます。もう Amazon の方は解約をして、でも、今こっちの方にすると。まあそれでね、料金的には Amazon プライムのアンリミテッドの方のが安いんですよ。で、その代わり YouTube はプレミアム会員登録すると、その YouTube ミュージックだけじゃなくてね、他の機能もいろいろとついてくる広告なしでね、YouTube が見れたりとかね、いうのがあったりするんで、そのあたりでね、やっていこうと思います。まあ、こうするとね、結構それこそラジオ系で言うとね、虫メガネさんがやってるね、虫コロラジオとかありますけど、ああいうのとかね、こうやってピヨンとね、流しとくときにね、これのあるなし結構大きいんですよね。まあ、広告流れないんでね、なんか申し訳ないなっていう気持ちもあるんですけどね、広告踏まないと多分あれですよね、お金チャリンチャリしないのかなと思いますけど、まあこれはね、まあ一応機能としてはね、あるわけなんでね、別に使っていい権利だと思いますんで、使わせてもらおうかなというわけでございますね。というような感じかなということでございます。まあそんな感じでね、プレミアム会になりましたんでね、ね、なんや、もうニコ動でね、あれしてね、っていうところかもしれませんけど、発揮しと言います。二股かけてきますんで、別に YouTube と、ニコ動と、どっちもね、もらえるものはもらいに来ますんでね、と。すっかりペイの方が多くなってねえか、お前っていうね、いうツッコミが入りそうですけど、まあそのあたりはね、先行投資ということでね、大抵これが先行投資っていう時って失敗するんだけどな。ということでね、こんな感じでね。まあ、これからもね、ちょっとプレミア会員でね、いろいろとね、機能を使ってみて、他にもね、いろいろと思ったこととかあったらね、まあ、サブチャンとかでね、回してもいいですしね、というのでやっていきたいと思います。まあ、もうちょっと言うとね、これが多分、ST の099、99番目の、シリーズにの扱いにしてると思いますけど、まあ、この値がね、すげえもう完全に裏話なんですけどね、ここから余談の。もう、
実はあの ST100 用に作ってある作品、あの収録してある作品があるんです。さすがに100シリーズ目は、ちょっと本腰入れてやろうかっていうのがあって作ってあるやつがあるんですよね。で、まあ、ちょっともそんなに強い企画じゃねえだろうって言われそうなんですけどね。まあ、一応それで撮ってあるのがあって、それに合わせて逆算して作ってたんですけど、あの、ニコ動の件とかね、ちょっといろいろとイレギュラーが入ったんでね、後々ですね、後々になんかめっちゃ古いのが出てくるかもしれませんけどね。まあ、そのあたりは、あの、ご乗車いただければ、これで98、99って読めたんで、で、100はそれを使うって、もうね、ここだけはね、結構逆算して作ってたんで、で、100が終わってから、後々いろいろと出てくると思いますんで、またよろしくお願いいたしますってことでね。まあ、そう、収録はね、できてるんでね、あとは編集する時間をね、まあ、こんな感じでプレミア会員でね、とかの機能を使って、それでね、さらにね、編集作業をね、はかどる感じというわけでございますからね。ぜひね、ちょっといろいろと駆使してやっていきたいなと思いますんでね。まあ、今後とも、当チャンネルで、スターステルチャンネルで、よろしくお願いいたします。YouTube だったら、チャンネル登録で、ニコ動さんの場合はフォローにっていう形になるんですけどね。まあ、チャンネル登録はフォローね、ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、この動画で、よーし、10分喋ったな。これで10分潰した。頑張った。ということで、これぐらい締めさせていただきたいと思います。別に10分超えなくても今いいんですけどね。昔はね、ありましたけどね。うん。広告の兼ね合いとかでね、なんですけどね。そもそも広告つかねえし、おめえ、もうプレミア会員だから関係ねえだろってね、言われたらすれまへんなんですけどね。ということで、まあ、落ちはこれぐらい、落ちたのか、今ので落ちたのかわかりませんけどね。まあ、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。